さんですよね。こちらニコニコ陣屋の者ですが。はい。山田さん、お貸ししてる60万円ですが、お支払いがまだですよね。返済期限が過ぎてますが、いつ支払っていただけますかね。はい。もう少し待っていただけますか。やりくりはしておりまして。困るんですよね、山田さん。そちらに伺いましょうか。すいません。はい。1週間以内には。1週間ですね。はい。じゃあ、よろしくお願いしますよ。すいません。なんでもない。わざわざ昼休みに呼び出してすまんね。いや、全然。お話というのは。うん。山田君、君も当社の経営がかなり厳しいことは知ってるよな。はい。お互い貴重な昼休みだ。単刀直入によ。実は今回社長からリストラの話があってね、うちの課からも何人かその対象になった。実に言いにくいんだが、依願退職してくれないか。そうでなければ解雇ということになる。今までご苦労だったが。私が対象ですか。私は自分なりに精一杯仕事はしてきたつもりですが。もちろん君が真面目によくやってくれてることは知ってる。だがね、誰かに辞めてもらうしかないんだよ。すまないが。少し考えてお会いにします。うん。私も社長に報告しなければならないからね。すまんが、1週間で頼むよ。